円卓は、西かな子による日本の小説。別冊文芸春秋にて2010年9月号、11月号、2011年1月号に、連載2011年3月5日に、文芸春秋より刊行された。家族に愛されながらも、不満ばかりが募り、孤独を愛する小学3年生の男が、一夏を通じて成長していく物語。および、それを原作とし、 2014年6月21日より、東方系で、公開の日本映画。祖父、祖母、父、母、三つ子の姉とことこの八人家族。高段住宅のビームネの3階に住んでいる。6畳の居間には、駅前の潰れた中華料理店、大陸から譲り受けたシンクの円卓がある。円卓国庫、一夏のイマジ人が映画版のタイトル。2014年6月21日に、 全国63スクリーンで公開された。映画、ウサギドロップや、テレビドラマ、丸物モの起き手で主演を務めてきた、芦田愛菜は、単独としては、映画初主演。これまでピュアな役どころが多かった芦田が本作では、偏屈で口が悪く、関西弁で毒づく少女役を演じる。ピアによる6月20日、21日公開映画初日満足度調査で1位を獲得している。 円卓国庫、一夏のイマジンに関するカテゴリー、ありがとうございます。